様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。さん、お父さん。お父さん、そろそろ家へ帰らないとお母さんに怒られちゃうよ。悪いなごはん。ちょっと頭の中で強いやつと戦っててよ。強いやつ？あ、ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロさん。ずっと目はピッコロ大魔王っちゅうむっちゃくちゃ悪いやつだったけんどな。生まれ変わったピッコロはオラの知ってる中でもワクワクするほど一番強いやつだった。もっと強くなってあいつとまた戦えてってな。僕、戦うなんて怖いよ。おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でもお母さんに怒られちゃうよ。あー、いけねえ。そういや食い物の材料集めてこいって父に頼まれてんだった。何がいるんだっけな。確かお魚とリンゴだよ父さん。ああ、そうだったな。じゃこの辺にありそうなリンゴから探すとすっか。うん、僕探してくる。張り切ってんなご飯のやつ。張り切りすぎて転ぶんじゃねえぞ。ご飯のやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。お父さん、ここだよ。お、リンゴの木見つけたみてえだな。もう一つくれ。取っておくか。僕に任せて。楽しそうだなご飯。
ごはん見つけんのうめえな。よし、こんなもんかな。リンゴはこれくれでいいだろう。よく見つけてくれたな、ごはん。ひん、うん、でも僕ちょっと疲れちゃった。そうか、疲れちまったか。あとは魚捕まえたら蹴るから、もう少しの辛抱だぞ。うん。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった、ちゃんとついてくんだぞ、ご飯。どうした、ごはん。僕、疲れちゃった。もう歩けないよ。なんだ、しょうがねえな。じゃ、父ちゃんが抱っこしてやっか。わーい。言った。わーい、高い高い。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。ね、僕偉い学者さんになりたい。え、おめえ変わってんな。勉強教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ来ててやっかな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そういや、おめえ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。じゃあ、オラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。よし、ここなら釣れそうだな。じゃ、早速始めっか。でも、どうやって釣りするの。釣り竿ないでしょ。へへ、普通は釣り竿を使うけんどな。オラがガキンチョの頃は尻尾で釣りしてたんだ。尻尾で釣り？そんなことできるの？うん。尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらなかなか簡単だぞ。ま、オラも尻尾がなくなっちまったけんどな。ブルマっちゅうやつにそのこと言ったら、面白がって釣り用の尻尾なんか作ってくれてよ。そうなんだ。じゃ、早速釣りやってみっか。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。よし。そんなもんで。やったね、お父さん。ああ、これならきっと父も喜ぶぞ。食い物の材料集めたら、なんか腹減っちまったな。魚もいっぺいあるし、ちょっと食っちまおうか。うん、僕もちょっとお腹すいてた。あそこの焚き火で魚焼くか。お魚焼いて食べようよ。
焼くかな。新鮮な魚はうめえや。はあ、僕食べ過ぎちゃったかも。たくさん食わねえと父ちゃんみてに大きくなれねえぞ。うん、今日は楽しかったね、お父さん。はあ、ご飯も手伝ってくれたしな。今度は釣りも教えてやっから一緒にやろうな。うん、楽しみにしてるね。